よし、行くぞ。よし。プレス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 。ちゃんと挨拶した方がいい、こういうの。いいよ。いや。なんだよ。陶芸の動画ってさ、やっぱおじいちゃんとかおばあちゃんを見るわけじゃん。あ、なるほどね。そうそう。だから、まあ、親切な挨拶を、親切な実況をしよう。やっぱり。皆さん、こんにちは。陶芸の先生です。と。あ、コークです。おい。温度差。やる気ない人を、一気にやる気出させる方法をやるから、今から。あ、オッケーオッケー。じゃうん。マンモスですはは。え、俺嫌われてる？わかりやすい言葉でね、やっていけたらなと思います。そうですね。それでは、陶芸、マスターオブ、じゃあやっていきましょうかね。じゃあやっていきましょうか。ゲームを開始させていただきます。あ、本当にもうやるんですか？これ読み方だけ教えてもらっていいですか、これ。きったねんじだな。やめろよ。じゃあできましょうかね。ゲームを開始させていただきますね。はい、どうぞ。ポチッと。おっと。おっと。これ新しいスタート。新しいスタートですね。新しい。おっと。はい、名前、こういうのにセンスで出るよね。もっと YouTuber の。ちょっと待ってよ。え、ここで5時間とか経ってもいいかね。じゃあ。おい、ふざけんな。名前決めれなくなったんだけど。なんでもいい、なんでもいい。マジかよ。陶芸って何？ツボこれ。まあ、そうだね。ツボ。ツボ。おお、増えた え、やめて。え何が起こったの。つぼきつぼきで。あ、了解。始めさせていただきますね。もういいと思います。はい、じゃあ始めさせていただきますおっと、まあそうですね、そうですね、こんな感じで設計図があります。うんうんうん、はいはい。で、アクレッシュ・シュミッテン。ということでね、壺を作るゲームとなっております。そうですね。はい。陶芸教室でございます。陶芸、Welcome to 陶芸大使、Master of Frother。手紙を見つけた。さあ、じゃあ読んでいきますね。ちゃんと。いや、もう出だし。じゃあ、読ませていただきますね。はい。つぼきつぼき。私の友達。まあ、早く縁を切った方が、そうですね、良さそうですね。遠出していろいろなイベントに参加するつもりです。長い間帰ってくるかもしれませんから。はい、何を言ってるのか。長い間帰ってこないかもじゃないの。長い間帰ってくるかもしれませんから。日本語勉強してこいよお前。まあまあまあ、日本語勉強してからお前手紙書けよお前。まあまあ、許してあげて、許してあげて。この陶芸館はあなたに任せます。それをもっとうまく経営してほしいです。うるせえよ。本当だよ。なんだお前。黙れ。ふざけるなよ。友達に任せるっていうね。うん。しかも、つぼきつぼきにね。よりによって、つぼきつぼきに任せるから。おっと、急に始まりますね。最初の作品を作りました。そうですよ。おっと、ちょっと、説明してもらっていいですか、これは。これは。まあ、上に伸ばしたり。あ、はい。することによって、はい。こう高さがね、できてんで、下手くそかな。じゃあ、こうやって、あ、なるほど、とてもいい。はいはい。そうです、そうです。なるほど。こういう感じでね。そうです、そうです。伸ばしていきますね。そうですね。はいはいはい。で、次は横ですね。横に伸ばすことで。いや、まだちょっと上に伸ばせるかな。ああ、何をしようとしてるんですか。横ですね、横。おー、すごい。おー、やばい、どうしよう、ちょっと、やばい。じゃあ、まあこんな感じで、潰していきましょうかね。何これ。おー、こー、すごい、うわー。ほー、ほー、おー、すごいですね。
すごいですね。すごい楽しいですね。まあ、こんな感じでね、陶芸をやっていただけたらなと思います。そうですね。それでは長押しで絵的。あ、もうそれで。次は色塗りですね。あ、色塗り。いいじゃないですか。ちょっと待って。史上最低なツボできたよ。これ、あ、なんだ？あら。おー、すごい。こんな感じでやっていくみたいな感じでね。よし、まあ、こんな感じでいいかな。これでいいかな。パターン。あ、これで、あ、いいじゃん。あ、これいいじゃん、いいじゃん。プレビューが地獄。最高ですね。ですね。あ、できました。あ、できました。お、1.7 ポイント。C ということで。おい、ふざけるね。名前つけれるんですね。あ、すごい。じゃあこれはあれだ、 M ですから、やっぱマリオ。あー、なるほど。いや、幼稚園児が作るやつ。こんなの飾るな、こんな綺麗なとこに。いやー、素晴らしい。本当にあの黒い丸がいらなかったかなって感じですね。むしゃくしゃしてやったみたいな。展示会始まりました。まあ、素晴らしいね。お、一人。一人。マジか。見てますよ。あ、マジか、写真撮った。いや、絶対ツイッターに上げられて晒されるよ、これ。何これ、つって。やばい。絶対、もう三人の声の量じゃない。あ、すごい。それいいじゃん、それ。めっちゃいいじゃん。もうおしゃれ、もうおしゃれ。もうそれでいいもん。ね。これ、これ買おうぜ、じゃあ。あれ、これ買ったよね。あれ、これ買った。それは買ってないかな。なんか違うの買ってた。え、あ、そっか、あ、そっか、あ、なるほど、危ねえ。なんか変なの買おうとしちゃった。じゃあ、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 ごめん、何がそんな面白いん。さあ、やっていきましょうかね。じゃあ、まず伸ばしていきますかね。いいですね。はい。ブサイクやな、ほんと。なんでこんなブサイクの。楽しい。ちょっと、もういいよ。あらー、本当に変な形。これをやって。そうです、そうです。あ、素晴らしいですね、これは。ちょっとなんかグロくない？あ、まあまあまあ、でも塗りたくれば。そうですね、塗りたくればこんな感じでね。じゃあ上薬。最悪だよね。うわ。うわ。これ。買ったやつが。これ、あー。さあ、できました。あー、さっきよりポイントが下がりましたね。できましたね。素晴らしいですね。じゃあ、これ、うんこですかね。あー、なるほど。うーわ。生まれてきちゃいけない子だよ。お、3人来たよ。もはや、お、4人来たよ。お、5人来たよ。6人、7人、8人。めっちゃ人気じゃん。11人だぞ。11人も来たよ。11人しか来てへんだ。だってこいつの時3人だったもん。やった。いえ。やった。金だけくれるな、メイソン。そう、やめろよ。そういうこと言うなよ。かわいそうだろ、メイソン。ご、メイソン。じゃあ最後にね。まあ、この二つの二つの練習の成果を見せたいと思いますね。やらかしたわ。これで最高の作品にして、もう綺麗に終わっていきたいと。最高の作品、本当に生まれるかな。今まで作ったのゴミ二つだけど。なんでこんなぐにゃぐにゃになるの、うん、なんで下手くそ。やめろ。下手くそだから。やめろ。下手くそだから。才能がないな。やめろって。ツボってどういう形？いろんなツボがあるよ。それもツボ。あなた今作ってのツボ。これもまた。結び。これでいいんじゃないかな、もう。いいんじゃないですか。うん。すごい。これでいいね。おっせ。なんかありますか、おすすめの色。まあ、名前的にはスターライトブルーが。あ、そうです。スターライトブルーって。ちょっとかっこいいかな。ビビ君のね、色ですし。ああ、確かに。あ、そこまで考えてくださってる。おじいちゃん、おじいちゃん、おばあちゃん方。このコークさんだよね。陶芸のチャンネル、ね。そうですね。はい。毎日陶芸を作っていらっしゃる。さあ、できました。え、マジで？今までのは何だったのか。
これでいいの？これでいいのって言うなよ。焼きそば。いいですね。さあ、一体な、おお、すごい！お、商店が、シェフ家にいる。あ、もう、おー、すごい！うおー、待って、いいね。素晴らしい。これがつぼきつぼきです。どんどん伸びる伸びる。おー、すごい！おお、何の動画これ。なんか、もう俺、トゲやめるわ。